片桐って男はミステリアスで、その厳しいところと優しいところ、柔軟なところみたいなことが両方出るキャラクターですよね。ジェイクと関わりながら彼を一人前の記者に導いていくようなキャラクターだというふうに考えています。 Any progress? I'm working on it. Today I'm gonna work on it. Work harder. 最初から受け入れない、こう話がどんどん進んでいく中で彼の人間性だったり仕事に対するある種情熱みたいなものをこう受け入れていく。 Why are you helping me? You are like the son I never had. Really?人間ってすごく多面的だと思うので、家の中で子供たちと見せる顔とやっぱりヤクザたちと相対することっていうのは同じ人間なんだけど、その全部があって片桐っていう男になっていくと思います。